第一ライダーは上さんということで初めてだね。だからってやる。そうドラえもんがいる。ドラえもんがこんな感じでザーッとなります。そしてこれからもお母ちゃんがいるのはラップ。鍵をかけたミラーなんだけどな。一斉にバーベキューレースがスタートしました。めちゃめちゃもうね、1位の人いっちゃった。上さん発見。あと何周 ？OK 頑張って。頑張れー。あ、次戻っといて。はい、いってらっしゃい。お疲れ様。そうか。暑いのは初めてだ。確かに。いいですね。120番頑張って。ね、あ、いいですよ。相方が来ないな、本当に。まだ80人の人たちが戦いをする。頑張れー。コースがもう一度教えてください。3チーム。3チームで参加。ご近所です。気持ち悪くなるんでした。よし君を発見しました。早い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 。あと1周、あと2、1、どっちもいいよ。あと2、了解。今スーパーサイヤ人がいた。お疲れ様でした。暑い。やっぱ暑い。ルンチ5週か今。6週か。走ったね。お母ちゃんも4週、幼稚が6週。すごい。ドラえもん発見しました。ドラえもん早い。ドラえもんめちゃめちゃ早い。ああ、じゃあさとしくんかな。頑張れー。疲れ。休んだ方がいい、休んだ方がいい。いってらっしゃい。頑張っております。三周、はい、頑張れ。父ちゃん、あと何周？一周？了解。お疲れ様です。いってらっしゃい。走りました。おお、45分ぐらい走りました。いや、でも暑い。今のお差しよ。レストラン。4分半。俺何分なんだろう。いや、わかんないです。5分ちょいだと思うけど。いや、わかんない。腹減った。大体コース上。そしてピットロードもね、クタクタになってくる選手がおりますんで、これから気温の上昇というのも考えられます。まあ、一般的には日中の気温の上昇のピークじゃないかと思うんですけども、頑張れー。この辺ですよ。あれ10周目だけ出ました。6周目過ぎたあたりから急にガクンとつかないですよ。あれ坂がむずい。もう一緒行ってるわ。入り口間違ったパターン。すごい。あっち。タイヤが確かにバーストするかもしれないっていうの、確かにそうだ。6番手にはプラス。さあ、有限会社 OCR の現在41周で。頑張れ。これも上昇というような形になってまいりましたけども、この市場灼熱の地獄ということになってしまうんでしょうか。となりまして 31.4 度、湿度が 36% ということで、手元がなのであまり無理をなさらないようにお願いしたいと思います。どうしたこれ？よく練習した時分かったな。あ、練習してたもんね。ちょっとやばいかもしれないですね。昨年の記録を見ますと、昨年は100回と取れちゃうもんね。総合優勝ということになっております。まあ今年はどうでしょう。いけそう？あと何周ぐらい行ってくる？あとは40ぐらいかな。わかりました。あ、分かった。いってらっしゃい。何周行ったの？わかんない。50分だから多分9周。そうすると 22.5キロなんだよね。結構な気温だよね。やっぱりね、7周過ぎたあたりからガクンと力入らなくなって積み重なってるから、1周目じゃないよ。いや待ちます待ちます。いや、あちゃい頑張れー。作戦が決まりました。この後ね、2時50分まで良一が走りまして、その後私がまあ30分か40分走って、で最後サトシがフィニッシュを決めるという、そんな感じでラストに挑みます。3時40分を過ぎまして、あと20分。頑張れー。頑張れー。さあ、今年はゴールに真っ先に飛び込んでくるトップチームはどのチームでしょうか。お願いいたしました。さあ、ということは次トップアップルとセカンドアップということになります。いかがでしたか。意外とさ、走れたね、4人でなんとか。そうだね。それが一番お試しで4人にしてみましたが、8時間なんとか完走することができました。若干最後きつかったけどね。とりあえず俺2時間ぐらい走ったのかな。想定で24周。結構しっかり走って、どんな感じだった。いやーね、膝ガクガクしますね。女性には負けたくないと思って頑張ったんだけど、パンダの格好した女性に負けたんだけど。女性早かったよね。早かった。じゃあ今回の主役だ。お疲れ様です。サチ君いかがでしたか。28周、はい、計算しました。えいすごい。68キロ。登って下って、しかも結構なペースの68キロ。はい、父ちゃんが完全に